初川のやつ、総側な店でホストなど続けられるんかの。もうやめとるんじゃないんかの。もしそうだとしても、あの店に達川を追う手がかりがあるはずだ。鎮魂派がいようが、スターダストに乗り込む価値はある。相変わらずなんですね。You're always crazy. ん？俺は今、ホスト時代の客のコネ使って、小さな会社の営業職やってます。慣れない仕事で一からやり直しですけど、元ホストがこの年で職にありつけただけでも、マシですかね。だから今日、スターダストの前で桐生さん見かけたのも、たまたまだったんすよ。和樹はどうしてるんだ？あの人は今スターダストを買い戻す算段つけようとしてます。ただそうは言っても今のカムロ町の構想が終わらねえ限りは動かないでしょうけど。そうか。お前和樹が店を買い戻したらまたスターダストに戻る気なんだな。そんなの当たり前じゃないっすか。和樹さんの片腕になれる男なんて俺以外にいませんから。ならお前がさっき言ったセリフそっくり返すぜ。俺の言ったセリフ？お前も相変わらずだってことさ。いやUh-oh. Oi, あいつ。さっきホストクラブでユータを追い出しとったやつじゃ。いやー、結構ですね、焼肉。うまそうな匂いだ。この店のはまた格別でしょう。お楽しみのところ失礼します。私、スターダストのオーナーをやっております。ハン・ジュンギと申しまして。聞けば、せっかく店までお越しいただいたお客様を。このバカが追い返してしまったと聞きましたね。なんじゃこれ。つきましては埋め合わせをさせていただけませんか、桐生一馬さん。先日カムロ町にいらしてたと聞いていましたが、本当にこうやってお会いできるとは光栄です。ぜひこれからスターダストまでお運び願います。店を挙げておもてなしさせていただきたい。ずいぶん強引な野郎だな。あんたとは初対面だが。私はあなたの熱烈なファンだったものですから、いけませんか？望むところだ。こっちもお前らに聞きたいことがあるんでな。ほう。おう、そうじゃ。踊れらの店に達川ユンがおるじゃろうが。わしらはそいつに用があるんじゃ。なんであれ構いませんよ。では、私の招待を受けていただけるということで、よろしいですね。ああ、すぐに行く。スターダストで待っててもらおうか。感謝します。では後ほどお待ちしておりますので。桐生さん、さっきのあいつ、神言派です。スターダストを買い取ったのもあいつで。本当に奴の誘いに乗るんすか？今の人工派はカムロ町の構想に割って入ろうかって勢いなんです。東上界と中国マフィアの構想を陰で煽ってるって噂もあるくらいで、昔潰れかけた頃とはもう別物なんですよ。危険は承知の上だ。それでも俺たちはハルトの父親を見つけなきゃならねえ。やっぱり止めるだけ無駄なんですね。本当に相変わらずだ。久々に会えてよかった。またな、ユウヤ。え、お気をつけて、キリサ。Let's go see. Wait, did they point me the wrong way? Oh, because we went to dinner, that's why. Ridiculous. What kind of dumb bullshit is this? We're not going to be able to go the longest way possible. At least we're way faster than them. Usually the game makes you slow. This flashy motherfucker. Aniki. 今の鎮魂派も一枚岩じゃねえらしい。かまってる暇はねえ。いいぞ。誰か。下がった。So is this the actual setup for this? Or the wizard not supposed to be a setup, and these people are still pissed. He's not gonna care, don't be stupid. Essence of throat chop. Good job, buddy. Kiryuの兄貴、頭はわしらで片付けますわ。先にスターダストに行っててください。わしらはここでお楽しみじゃ。本当に大丈夫なんだな。 達川を They're being good friends at least. I feel like they're not stacked up for. Boy, I sure am hungry. right now, a little drunk. Pleaded the store, which is the whole reason I did that, only because I was hungry, to be honest. Kiryuの兄貴。ユウタ。頭が桐生の兄貴についてろっていうもんで。何？ようこそおいでくださいました、桐生さん。遠慮はいりません。さあ、お二人ともどうぞ。南雲はどうしてるんだ。頭は大丈夫っすよ。マジで喧嘩が楽しくて仕方ないみたいです。これで清美さんのことを吹っ切れるんじゃないですかね。そうか。ずいぶんお時間がかかったので心配しましたよ、桐生さん。お前は部下のしつけがなってねえらしいな。ゲストに手荒い歓迎とは恐れ入る。私の部下たちが？それは失礼を。まさかそんなバカはすまいと高をくくっていました。後できっちり叱っておきましょう。それより、いい店でしょ？前のオーナーはセンスがいい。ただまあ何年も変わってないようで、今じゃちょっと刺激が足りない。客がいねえとこ見ると、せっかく買い取った店もあまりうまくいってねえようだな。これは手厳しいですが、ここはあくまでも表の顔でしてね、一見の客を案内する場所に過ぎません。貪欲な女性客を引きつけるのは常に裏側に潜む危険な香りなんです。そして我々はこの店を神室町で巻き返す第一歩としての拠点と考えています。我々？あなたはもう私の正体にはお気づきなんでしょう？人言派ってことか。ええ。うちの人間には確かに桐生さんを恨んでいる人間もいます。あなたのおかげで人言派はほとんど壊滅させられたとね。ですがそう考える者たちは今まさに生まれ変わろうとしている人言派にとって害悪です。私に言わせれば、昔朝鮮に攻め込んできた秀吉もあなたも大して印象は変わりません。堂島の龍が恩敵だったのは過去の話。私に限ってはもうあなたのことは水に流しています。だったら俺に何の用だ。あなたとお近づきになって古い意識を捨てられない部下たちに私の力を示したいんですよ。どういう意味だ。その前に桐生さんにはぜひこの店の裏側をご覧いただきたい。全てはそこでご案内しますよ。桐生の兄貴、大丈夫なんですか。あいつらが俺らをやる気ならもうやってる。そういうもんすか。それにもし達川がこの店にいるなら、あの階段の奥なんじゃねえか。確かに。He's acting sus. No good.なんだこりゃ。兄貴、これがホストクラブってやつなんすか。下品な世界でしょう。でもこれが前のスターダストに足りなかった刺激です。ここは人呼んで東京新天地。言い訳するわけじゃありませんが、私も上のフロアの方が好みです。ただ単純に客が好きなのはこちらの世界なんですよ。男の体というダイレクトな欲望を満たしたがっている女性たちは私が思っていた以上に多い。カムロ町に初めて来た時、私は思いました。この国の欲望は抑えつけられすぎている。ホストクラブにキャバクラ、どちらもこの町の二大風俗産業です。しかしそのどちらもが来店している客の本当の欲望から程遠い位置に存在している。キャバクラに通う男は女と飲みたいだけじゃない、疑似恋愛がしたいはずだが、そこには高い壁が用意されている。ホストクラブも同じです。客の女たちは若い男の若い肉体を求めているはずだから、私は日本独自の品というものを省き、素直にその欲求に応えられるようサービスを改革したんですよ。もう十分分かった。だがあいにく俺には興味がねえそれでもあなたは帰るわけにはいかないんでしょ。達川というものをお探しでしたね。そうだ、達川はここにいるんだろうな。ドイツだ。残念ながら達川はもうこの店にはいません。それでも彼を探す手がかりはご提供できます。Fight me in the fuck club. ただしその前に、あなた方には我々の余興にお付き合いいただきたいのです。タスカーの情報はただじゃないってわけか。飲み込みが早くて助かります。兄貴、どういうことなんですか？ I don't think anyone really knows. あのリングはホスト同士を殴り合わせるショーの舞台でしてね。普段は客がひいきにしているホストを指名してリングに立たせています。レディーたちにとって可愛がっているホストが血を流し合う姿には他では得られない興奮があるのだとか。なんだそりゃ。ただし本日のメインイベントは堂島の竜とこの私のデスマッチ。ご安心を。もちろん1対1の勝負です。受けていただけますか？